しみですよ、ね、手が先行っちゃうとこうなって、こうなって、こうやったらダメ。先に足、そしてこうなってて、こうなってて、引きつけるとき、この足引きつけるときに、まあ、こうなっちゃうと、まあいいや、いいや、まっすぐですよ、若干まっすぐ。こうね、こうね、こうこう。これ、手がいっちゃうと、こうなってこれ、簡単に回ってくるとか。だから、先にやりませんよってやっといて、ここ動かさない。動かさない。引きつけるときに、優先パーンってやったらこのキャブ足ね、ここにいたらやられちゃうから、これをこうやって戻していったらもう全然彼戻っちゃって全然大丈夫、よろしくお願いします。パーンってやって、パーンってきたよね、したら自分はなるべくこっち来るの、パッとこう、それでこの手こっち足です。そういうふうにやらないと反撃食らっちゃうから、そのところで今度は大変、今度はここまで戻さない練習、こう来たらここでこう見てくる、そうすると戻さないですよね。ダンス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 、パーンって来て、パーンこっち出してだ、上げたらすぐこっちこう出してくるんです、こういう、そうすると3秒みたいな、パーンって来て、パーンって来て戻してくる、こっからピュッて、こう変わったら、ここにこう出してくるから、戻さないから。三軒みたいな感じ。こう、じゃあそれで、見たことない。
こうなってこうってさ、ダンスで腰がこう曲がってこう、こんな感じで見えるOh, God.
ここ来ちゃうね。ここをこう口くんと行くんだもん。そういう意味やな。こうやってこうして。こう来て、そしたら、彼はこれを縮めながら、こう、そうに来るんだよ。それに合わせて、こう来て、こう来て、縮めてきたところをこう、こう、こう、こっちから来た。こう、こうです。さっきは裏やりました。ここではそういう、パーンってきて、これ縮めてこうだよ。そうね、来る。縮めてきたときに、やられたら、普通にやろう。だからこうやろう。普通考えて、だから、あんまりそれ反発しないで、僕して。まあね、表こっちから、こっちから。ほらほら、この手、伸ばされちゃったよ。彼嫌なの。こう来ると彼は締めてくるんだし、まあ、反射的に普通の身を守るために、反射的に締めてくるから、締めてきたんだ。締めて。下に合わせてこう、彼の筋肉が、彼の筋肉を使用してる。勝手に彼が伸びてるのをさ、あとは腰曲げていくわけで、彼の自分の場合に、触れてから、それに合わせて。じゃあ、もうテストしましょう。やるんだけど、ここに入っちゃう。体が先に来ちゃう。ではやらない感じ。パンっていう。さっきはこういうのことがやったんですよ。そこからこうやってやって、それからこうやってみんなで。あんまりそういうことやらないで、もう、パーンって来たら、もうね、ここに。で、この手やら、こうやって入ってたら、よし、踏み切ったら。この手、いつも気にしてる。来ないように投げてほしい。意識して、ね、当たってもしょうがないけども、なるべく意識して、来ることを想定して、こうそしたら自分がね、この肘とこう重ねちゃう。そういうのがあるね。いろいろ当たる。いかないから。ここをこういうふうに重ねたら、ここなんです、指が。こんなのがあるんですか。まあ、この辺。